ベイブ・ハーマンは、主に1930年代に活躍したアメリカ合衆国のプロ野球選手。ポジションは右翼手。ニューヨーク州、バッファローを生まれ。左投げ左打ち。主に1920年から1930年代にブルックリンド・ジャーズで活躍した。通算打率、324、3度のサイクルアンダーを記録した。 強打者だったが、守備や走塁でとんでもないボーンヘッドもし、そのことでも、ブルックリンのファンから親しまれた選手である。ハーバンは1922年、18歳の時には、すでに、デトロイトタイガース配下のマイナーリーグに所属し、春のキャンプでは、タイカップの代打を務めたこともあった。しかしその後トレードに出され、1926年に、ブルックリンのジャーズから、 メジャーリーグに登場するまで5年間で6つのマイナーリーグの球団を渡り歩いた。ハーマンは1925年にブルックリンと契約したが、当時のスカウトは守っている時の彼はある意味滑稽だったが、ある試合で6アンダーを打ったのを見て契約することを決めたと証言している。ハーマンは1926年にブルックリンのルーキーとしてデビューし、最初は一塁を守っていた。 一年目から打率、319、81打点と打つ方で活躍したが、二年目には21個ものエラーを記録し、外野手にコンバートされることになる。三年目には再びリーグで5位となる打率、340と91打点の成績を残したが、やはり守備でのエラーの数もリーグ最多だった。次の1929年と1930年に、 ハーマンは打ちまくり、1929年の成績は、打率。381と217安打、105得点、113打点にもなり、同年の MVP 候補となる。また1930年には241安打と130打点を上げ、打率も4割に迫る。393という成績を残したが、両年とも打率は、リーグ2位だった。 1929年は、レフティ・オドールが打率398を記録し、また1930年は、ビル・テリーが打率4割超えを達成した年だった。その後1932年の開幕直前に、ハーマンは、シンシナ・ティレッツにトレードされ、翌年から2年間は、シカゴ・カブスに在籍した。 カブス在籍時の1933年6月20日には1試合3本塁打という記録を作り、また同じ年の9月30日には自身3度目となるサイクルアンダーを記録するなど、その打棒は相変わらずだったが、守りでのエラーの多さからか、その後もハーマンは毎年のようにチームを変わり、1937年にはマイナーに降格してしまう。降格後ハーマンはしばらく、 パシフィックコーストリーグなどでプレーをしていたが、第二次世界大戦が佳境となった1945年に42歳でブルックリンに戻ってくることになる。ブルックリンに復帰した最初の打席で、ハーマンは監修から大きな拍手で迎えられた。声援に応えたハーマンはこの打席ヒットを放ったが、ベースを回ろうとして一塁ベースにつまずいてしまった。 同年ハーマンは37試合に出場し、265の打率を残して選手を引退した。1951年にピッツバーグパイレーツのコーチを1年間務め、1987年にカリフォルニア州で亡くなった。打撃面で様々な活躍をしたハーマンだったが、守備や走塁面では考えられないようなボーンヘッドがいくつもあり、チームメイトだったダジーバンスが、 エベッツフィールドの首なし騎手とあだ名をつけるほどだった。1926年8月15日のエベッツフィールドでのブレーブスとの試合でのこと、ブルックリンは満塁のチャンスをつかみ、ルーキーだったハーマンはライトに強烈なライナーを放った。しかし、当たりが良すぎて打球がフェンスに跳ね返った後、すぐに内野に帰ってきたために、三塁走者は生還したものの足の 早くなかった二類のダジー・バンスは本類へ進むことを一旦躊躇してしまう。バンスは三類、本類間に挟まれ三類に戻ったが、そこにはすでに一類にいたチックフィスターが進塁してきていた。ところが、そこへ二類を回った打者のハーマンが滑り込んできた。ブレーブスの三類シュエディ・テイラーは、三類ベース上に立っていた三人の奏者に次々にタッチし、 結局前の走者を追い越す形になったハーマンと一塁から進んできたフィースターがアウトになった。ハーマンは打った瞬間に三塁打になると思い込み、前の塁の状況をよく見ていなかったためのチンジだった。この試合の後ドジャーズのファンの間では、ドジャーズが走者を三人出してるぞ。お、どの塁だというジョークが語られた。 ハーマンの走塁でのボーンヘッドはこれにとどまらず、1930年シーズンには、1シーズンの間に、2度打者から追い越されたという、チ記録を残している。同年5月30日のゲームで、1塁にいた、ハーマンは、次の打者出るビソネットの、ホームランの打球の行方をじっと見つめたまま、打者、ビソネットから追い越されてしまった。同年9月14日にはやはり、同じ場面で、 ホームランを打ったダシャグレンライトに追い越されている。1931年9月20日のゲームでは、当時セントルイスカージナルス監督だった、ギャビー・ストリートが、選手の怪我のため大役で保守を務めていた。当時48歳で、1912年を最後に20年近く、ゲームに出ていなかったストリートを相手に、ハーマンは、盗塁を試みて失敗してしまっている。数字の後のは、 記録不明箇所があることを示す。ありがとうございます。